十分あると、うん、で、米国が小沢先生をですね、小沢さんを交渉の相手として、うん、あるいは話し合いの相手として信頼、している、ということもですね、私も身をもって実感しましたのでね、うん、そういう意味では沖縄県も米国も日本もですね、みんながウィンするですね、ウィンウィンウィンのですね、解決策というのは必ずあるんですよ、はい、これをじゃあその政治家同士でね話せば解決できるはずだという話としては非常に理想的な話なんですけど、じゃあなぜ鳩山政権でできなかったのかと、どうして鳩山政権はあのような形で、アメリカに押し切られる、あるいはその日本におけるですね、日米アコマフィアなどと俗称されるような、まあ、台北追従のようなですね、政策を遂行しようとする人たちの要求にですね、こう屈するような形でこれまでの方向通りに近い案になってしまったか、これはまず一つ疑問としてわからない。そしてこの間ですね、岡田外務大臣にもちろん改めて代表選に絡めて、質問したんですけれども、ちょっと審議からの口調ではありましたが、小沢さんが言ってもですね、所詮ね、それは同じようなところに落ち着きますよと、我々この1年間やってきたその外交との結果を交渉したって、再交渉したって落ち着くところは同じ、全然変わらないはずですよなんていうふうに、まあ、おっしゃられてたんですよ、うん、でまあ、それ若干シニカルな感じはしますけれども、一応のこの1年間の経験というものは、その1年間の経験を尊重して配置をするとしたら、それはどうなんでしょう、やってみようという意欲があるけれども、結果無残にもということはありえないでしょう。それは僕はありえないと思います、はい、そもそも岡田さんは交渉してないと思いますね。交渉してない、はい、岡田さん自身が米国、うん、まあ、クリントンに対して、カウンターパートのヒラリー・クリントンさんに対してですね、はい、はい、沖縄県の、はい、みんなはね、もう無理だと、うん、受け入れられないと言っているんだということを伝えてないと思いますよ、うんうんうん、もうちょっと待ってて、うん、もうちょっと待ってて、うん、それしか言ってないと思いますね、うんうんうん、はい、はっきり言わなきゃですね、米国も返事のしようがないですからね、うん、はいはい、もうちょっと待っててって言われたら、うん、待ってまる、待ってるよって、だから待ったじゃないですか、はい、そうですね、5月まで、5月まで言ったら、5月まで待ったじゃないですか、だから米国は、僕はちゃんと話をすればですね、分かる国だし、しかも我々の民主主義の、まあ、先輩国でもあるわけですからね、そういう意味では、アジア太平洋地域全体を睨んでですね、グアムテニアンをハブに、するんですよね、そこに日本国政府としては支援を厚くしていくことを考えていると、なぜなら沖縄が無理だからだというですね、ことをですね、きちんと話をするのは絶対に分かるわけです、この問題に関してですね、沖縄の宇野良市の市長である伊波さん、はい、伊波さんがやはり岡田さんと同じ立場で、ガムテニアンへの一定をアメリカは考えている、米軍は考えていると、だからこれにきちんと取っていけば辺野古に基地を作る必要はないはずだというところを主張されているんですね。でその伊波さんが今度沖縄県の知事に、はい、選定のことを出馬するということを明らかにしました、この伊波さん、あるいはその川内さんの考え方、これはそのガムテニアンへのこのアメリカ側自身のですね、移転計画がベースになっていると思われるんですけど、他方でこれ以前策定された計画でアメリカのこの間の財政事情あるいは経済事情の悪化というのは大変なもので、どうも予算がないということをしきりに言っています、はい、したがって移転というのはやはりお金がかかる、でそこに予算がつかない、だからこのまま見せるというようなこともあります、いろいろ聞こえてきます、このあたりですね、かつて計画もそうだったから今はそうじゃないんじゃないかという批判もあるんですけれども、いかがでしょうか。
うん、まあ、とにかく日本に置いときたい人はですね、うんうん、いろんなこと言うわけですよね、うんうん、だからさっきも申し上げた通り、できないことの理由、うんうん、しないことの理由はですね、うんうん、100万でも1000万でも言うわけですね、うんうん、しかしその、先ほども申し上げた通り、うん、そのアジア太平洋のへそは沖縄ではなくグアム、手にあるんですね、はい、ハワイ、オーストラリア、タイ、フィリピン、日本、韓国の中心、そして、軍隊というのは訓練するのが仕事ですから、いざとなったら出かけていくわけですが、日常は訓練するのが仕事なので、沖縄ではですね、海兵隊の皆さんはもう訓練できないんですよね、その環境も何でもうるさいし、120万人住んでるわけですからね、そんなドンパチなんかできないわけです。だからゲイツさんがこの前ですね、もう海兵隊の時に、はい、国防長官ですね、必要なのかというようなことまで言い出しちゃってるわけですね。そういう中で、じゃ アジア太平洋地域全域を睨んで第3海兵遠征軍の存在価値というものを高めていくのは、グアム、テニアンに各国を呼び集めて訓練しようねと、で、合同で訓練することによって即応性を高めていきましょうねと、そのことがやっぱり第三海兵遠征軍にとっても望ましいことなんですね。でそこを日本国政府としては支援しますよと。で日米安保をよくですね、そのいやグアム、テニアン、グアム、テニアンとお前言ってるけど、日米安保はどうなるんだとおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、日米安保はその在日米海軍もいれば、在日米空軍もいれば、在日米陸軍も存在するわけですからですね、それで日米安保体制がびくともするわけじゃないわけですね。逆にその大きな地域での安全保障環境が高まるわけですから、その私は新しい時代の日米安保、そのこれからその日米関係をより強固なものにしていこうねというふうにおっしゃる方であればこそですね、私どもの考え方に耳を傾けていただきたいなと思いますね。要するに沖縄になければならないのだという理由はですね、一つもないんです。